岐阜県旗は日本の都道府県の一つ、岐阜県の旗。本校では旗に図示されている岐阜県旗賞、通称岐阜県賞及び県賞と併用されるシンボルマークについても合わせて解説する。岐阜県賞県賞は1932年に一般公募を実施し、二等となったデザインを補作して、同年8月10日の建国時第424号により、 制定された。著作権法の規定により、1983年1月1日よりパブリックドメインとなっている。岐阜の木を略字化したデザインをまるで囲んでいる。剣器を定める告示は特に存在せず、使用開始時期も不明であるが白地に緑色の検章を中央に配したものが慣例的に使われている。検章の配色を緑とする理由は、 県下の自然の美しさを表す色と説明されている。岐阜県シンボルマーク剣道標識における使用例。補助標識の右上にマークが入っている。1991年11月22日の建国時代695号により指定。アルファベットの G を図案化し、点から線、線から面へと力強く拡大していく剣の様子を表現している。 東京都のシンボルマークや鹿児島県のシンボルマークと異なり、県規と別のシンボル規は制定されていない。主に県境の標識などで使用されており、県管理の国道、県道の補助標識のほとんどに岐阜県の文字とこのシンボルマークが入っている。ありがとうございます。